なった。どうして柔道を捨てたんだ。お前がいればチームは続けられた。それなのにみんなお前に心酔して集まっていたんだ。俺じゃダメだ。お前じゃないといけなかったのに、なぜ理由も言わず去っていったんだ。答えろサナダ。言わなかったんじゃない、言えなかったんだ。どうしてチームを続けられなかったのか、あの頃は説明できなかった。でも今なら言えるぜ。全部思い出したからな。俺はな、ユージ、ガキの頃にもダチを守れなかった。仲間を失ったのはアンダーゼロが初めてじゃなかったってわけさ。ずっと前から俺には人の上に立つ資格なんてなかった。それなのに俺はそのことをずっと忘れていたんだ。柔道の仲間はそのせいで犠牲になっちまった。アンダーゼロで仲間を失ったとき、そのことを思い出したのは記憶じゃなく感覚でさ。だから柔道から逃げて、また同じ過ちを繰り返す前に俺をもう一度リーダーにと仰せ、お前から逃げたんだ。柔道を離れたのはそれが理由だ。答えになったかよ。そなた、それに自分にはできないって言うけどな、お前リーダー向いてると思うぜ。フーディエはいいチームじゃねえか。俺はこれから昔見捨てちまったダチを助けに行く。そうしなきゃ何も始まらねえ。お前にも向き合えない。そう思うからな。そんなことができると思うのか、逃げ続けていたお前に。居場所を取り戻しに。アバよ、リュウジ、俺の用は済んだ。あとはお宅の好きにしな。よしさんに頼んで病院から連れ出してもらったんだ。今頃病院は大騒ぎだぜ。ったく、警察に誘拐させるだ、とんでもないやつだ。千歳、無事だったのか、本当に。ああ、そういうこった。ユージ、何人様に迷惑かけまくってんだ。
停電では飽き足らず東京中で暴れ回るとか何考えてんだこのタコ。いくらハッカーが無法者だからって限度ってもんがあるでしょうがボケ。しかもお得意様のザクソンの幹部ボコボコにしやがって、俺たちこれからどうやって風景切り盛りしていくつもりだっての。ハッカーっつったって一応客商売なんですけど分かってますか、そこんとこ。そんなんだからお前ネットカフェの経営だって俺が何度もフォローするためになるんでしょうが。そうだよ、しかも店だよ店。前回ってお前シャレになんねえだろうが。修繕費いくらすと思ってんだ。デジモンによる災害って何、何災。保険屋さんにどうやって納得してもらえばいいんだっつうの。距離によって俺の大好きなバイトちゃんの働き口まで奪いやがって。東京のど真ん中でデジモン出してんじゃねえよバーカ。ま、大体こんなもんだな。リュウジ、俺はもう大丈夫だ。だから、お前もちゃんとしろ。ごたくはいいから帰ってこい。兄弟泣かせてんじゃねえよ、兄貴。ちとせ。俺が言いたいことは全部言われちまったな。俺は